こんにちは、みーです。今回はこちら、茶禅の濃厚蜂蜜紅茶をご紹介します。今回は蜂蜜紅茶レビューシリーズ第5弾ということで、こちらの茶禅というブランドをご紹介していくんですが、これまでティーアース、ラクシュミー、日東紅茶、グランハサンフランシスコという4つの蜂蜜紅茶をレビューしています。まだ見ていない方はぜひご覧になってください。この茶禅というブランド、聞き慣れないブランドで、あまりご存知ない方もいらっしゃると思うので、まずは一緒に商品サイトを見てみましょう。茶禅は今年発足したばかりの新ブランドです。製造元は大橋珍味堂株式会社という柿の種などおつまみをメインに販売している食品メーカーです。使用している茶葉は世界三大銘茶の一つとされるスリランカ産のウバを使用。芳醇な香り、コク深さ、キレのいい渋みが特徴です。蜂蜜は質の高いことで知られる日本産の蜂蜜を使用し、国内で加工しています。ちなみにブランドの起源は1830年に漢字の茶禅という名前でお茶の小売りを開業したことが始まりだそうです。原材料はご覧の通り。ハニーパウダーに含まれるデキストリンとは、芋類やトウモロコシのでんぷんを分解したものです。食品添加物ではなく食品に分類され、凝固剤としての役割や粉末をサラサラで均一の状態に保つための役割があります。茶禅では蜂蜜紅茶の他にアップルシナモンティーやキャラメルミルクティーといったフレーバードティーも取り扱っています。気になる方はぜひチェックしてみてください。価格は1箱14個入りで1080円です。パッケージの裏面には美味しい入れ方が書いてあります。後で実践してみましょう。原材料などは先ほどご紹介したため割愛します。初めて見るブランドの紅茶にドキドキですが、早速詳しくレビューしていきましょう。それでは開封していきます。箱を開けるとチャック付きのアルミのパッケージが現れます。今までの蜂蜜紅茶は全て個包装でしたが、こちらの商品は個包装ではないので、こだわりのある方はご注意ください。ティーバッグの状態で香りを嗅いでみると、きつすぎず自然な甘い香りが漂ってきます。今までご紹介した他の蜂蜜紅茶はティーバッグの状態ではどれも香りがきつかったり、逆にあんまり香りがしなかったりというものもありましたが、茶禅はティーバッグの状態からとってもいい香りです。ティーバッグは四角い不織布の素材を使用しています。ティーバッグを切って中身をチェックしてみましょう。今までご紹介した蜂蜜紅茶に比べて蜂蜜パウダーが全然目立ちませんね。パッケージ裏の説明によると、茶葉と蜂蜜パウダーの比率は何度も試行錯誤してたどり着いた黄金比なんだとか。ちなみに茶葉のサイズを表すグレードはブロークンオレンジペコーで、葉のサイズが小さく最も多く新芽を含んでいるグレードです。成分が抽出されやすく、味、香り、色に深みが出るといった特徴があります。それでは入れてみましょう。まずはカップを湯通しして温めておきます。こうすることで紅茶を入れた際に温度が下がらないので、紅茶の味を損ねずに美味しく抽出できます。温めるのに使ったお湯は捨ててください。この後は箱の裏に書いてある作り方に従って作っていきます。先にティーバッグを入れてからカップにお湯を注ぎます。ちなみに最近このようなシリコン製の蓋を買ってみました。今までソーサーで蓋をしていたのですが、食器同士がぶつかって傷がつく可能性があったり、ソーサーに水滴がついてしまったりするのが嫌だなと思っていたので、一つあるととっても便利なアイテムです。概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。30秒したら一旦ティーバッグを前後に揺らし、さらに1分半から2分待ちます。時間になったらティーバッグを静かに取り出します。茶禅濃厚蜂蜜紅茶完成です。深い赤褐色の水色が綺麗ですね。
それではいただきましょう。湯気と一緒にふわっと蜂蜜の甘い香りが立ち上ります。けど甘ったるいほどきつい感じはなくて、紅茶の渋みも香ります。一口いただきます。まず紅茶の渋みが先に来て、その後蜂蜜の甘みが広がります。茶葉は乳葉を使用とのことですが、乳葉の特徴である芳醇な旨味としっかりとした渋みが口の中に広がり、その後蜂蜜の甘さがやってきます。蜂蜜もキレがいい甘さで、口の中に残らないすっきりした味わいです。最もタイプが近いのが日東紅茶の蜂蜜紅茶ですが、日東紅茶よりは香りや甘みが強く、紅茶の美味しさが味わえます。茶禅は蜂蜜の甘さも紅茶の味わいもどちらもしっかり楽しみたいという方におすすめの紅茶です。ティーアースやラクシュミー、グランハサンフランシスコが一口目でガツンと蜂蜜の甘みが来るタイプだったのに対し、茶禅は紅茶の風味が強いタイプの蜂蜜紅茶ですね。一口飲んだ時に、これは絶対ミルクティーにしたら美味しいだろうなと思ったので試してみたいと思います。牛乳は温めると臭みが出てしまう性質があるので、冷蔵庫から出した冷たいものを使います。紅茶が冷めてしまうのが嫌な場合は、ほんの少しだけ温めるか常温に戻したものを使いましょう。茶禅濃厚蜂蜜紅茶ミルクティー完成です。それではこちらもいただきましょう。ミルクティーにしても蜂蜜の甘い香りがしっかり漂ってきます。一口いただきます。ミルクティーにして大正解でした。乳葉は渋みやコクがしっかりしているので、ミルクティーに向いている茶葉なのですが、そこに蜂蜜の甘さとミルクのまろやかさが加わり、旨味がさらに引き立っています。ミルクは少量でも十分です。むしろ少量の方が紅茶、蜂蜜、ミルクの全ての要素がしっかりと感じられて、上品な味わいに仕上がります。茶禅の蜂蜜紅茶はぜひミルクティーでも味わっていただきたい紅茶です。ということで、茶禅濃厚蜂蜜紅茶ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。あまり店頭では見かけず、聞いたことのないブランドだったので少し不安でしたが、試してみてよかったなと思える商品でした。ストレートティーもミルクティーもとっても美味しくいただけました。今までとは違い、紅茶の風味が強く味わい深いタイプだったので、これは新たな蜂蜜紅茶好きが増える予感です。おすすめポイントは、乳葉のコクや渋み、芳醇な味わいがしっかりしていること。蜂蜜がしっかり甘いのに、キレが良く、すっきりした甘さであること。紅茶も蜂蜜も楽しめる、香りや味のバランスが取れた紅茶であること。この3点です。甘さのみで順位をつけるとすると、ラクシュミー、ティーアース、グランハサンフランシスコ、茶禅、日東紅茶という順番です。ただ、甘さだけでなく、味のバランスやミルクティーが美味しいことなどを踏まえると、蜂蜜紅茶の中でもかなり評価の高い商品だと思います。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。さて、実はこれで、ミーが気になっていた蜂蜜紅茶のレビューは全て終わりました。そこで今度は今まで飲んできた蜂蜜紅茶を同時に比較し、分かりやすく一つの動画にまとめる予定です。お気に入りの蜂蜜紅茶探しの旅もいよいよ締めくくりです。さっきのような甘さのみで比較した場合のランキングや、総合的に評価した場合のランキング、各商品の特徴やおすすめの飲み方をご紹介するような内容にしたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違った紅茶を紹介していますので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしていますので、気になる方はぜひブログもチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。